こんにちは。こんにちは。こんにちは。いや、そんなの運動会が終わりまして。うん。先終わったとこで。さっき終わったとこなんです。今ちょっと休憩してはるんですけれど。はい。なんとですね。はい。私たちが物心つく前から行ってた、うん、私たちのナンバーワンである焼き鳥屋さんが、うんはい、本日をもって閉店いたします。はい。ありがとうございました。もうあのコロナとかじゃなくて、うん、もう疲れたということで、そうね、もう長年、うん、29年営業されて、うん、もう第二の人生を歩みますと、なるほど、釣りの人生を歩みますということで、釣りをしたいとね、はい、なので29年も空いたらしいからね。そうだから、ね、悲しいお別れではなく、うん、お疲れ様でしたという感じで、そうね、最後行きたいなと思います。で今日はもう閉店日ということで、いつもは夕方から開くんだけど、はい、なんと昼から祭りをやってるみたいで、はい、もう閉店祭り。だから昼から、ね、昼から飲んで飲んじゃいましょう。ありがとうございましたという、はい、感謝の意を込めたいと思います。はい、さあ一緒に行きます。はい、はい、ということで行ってみよう。お疲れ様だな。疲れたな、ちょっとな、疲れたな。2人で行こう、ね、いいよ2人で行こうか。いいよ、うん、空から始まるよ。さあ到着しました。はい、最後ですね、はい、楽しんでください。今日もお会計ないらしい。お伏せ、お伏せ式でいくら食べても飲んでもいい。なるほどね、すごいシステム。お伝えしてるところだと、どうだ、あくびしてるけど、これがマスターです。昔は営業中に将棋したり、あ、うん、車戻ってあの携帯で遊んだりする、ね、いいマスターなので。あ、そうですね、はい、指切り2つで枝豆、ハサミ2本、つくね2本、皮タレ2本、ずり3本、軟骨3本で、心塩で2本、からとん2本、元気3本で、しそ巻き2本で、とりあえずお願いします。はい、では、最後の大吉、はい、まっきり楽しみましょう。はい、お疲れ様でした。どうぞ。ゴンパーイ入れた。ゴンパーイ入れた。ゴンパーイ、もう危なかったね、次。ほんまよ。なんか時間が短いけど、逃げないと思ってたら、これが大好き。美味しいよね、そのようなやつ。なんか女性っぽい。うん、ね、おー、びっくりした。なんでなんでベベだと思ってたわ。あ、この近い方もあれだから、そう、あれで行けたよね。あれ一番早くできる方。賢い、あれ一番走ってた。ハサミです。ハサミです。つくねでございます。はい、つくねでございます。なんか淡路島ってさ、キキちゃんとかも見たいかなと思って。ネスタはネスタ、あ、この2人の、あ、でもあんまできないらしいで、なんか言ってなかった。2人の家4歳以上、あ、いけるんや。あ、そのバギー乗ろうか。めっちゃ面白いな。なんかうつだ、でもヤマピーがあの整理券並ぶ朝にも完売してたとか。どういうあれなんやろ。平日は9時半、9時半から整理券配布でなくなり次第終了。どこやろ。とりあえず4歳からはいけるわ。あら、そう。カラトーン。お、これが噂の私たちが大好きな大好きな元気焼き。元気焼きはちょっと写真撮ってもらって。ずっとおりません。元気いきます。はい、あ、ちょっと打った。最高。この前がラストと思いきや最後だった。これは最後来るでしょう。うん、晴れなんかなんて。ああ。じゃあランチ一回見てみて。じゃあ。出てきたら言うちってんだよ。トイレの影響がないって。じゃあね、じゃあ終わろうぜ。ここまで、うわー、トイレの砂の
うまい。うまい。ちょっとさして。どうぞ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 。それは音がなあかんわ。うまいな。ちょっと休憩や。何時まで行きそうですか。わからん。ネタがたくなるまで。愛してたのに、この店。あ、そう。あもう僕じゃなく。マスターも。てか、ここの動画、いろんな唾液で行ったけど、ほんまに味も違うし、焼き方も違うし。いや、僕、外食はほとんどする。あの、いつも外食なんですけど。もう、世界で一番好き。あ、ありがとうございます。本当に。マスターが釣りに明け暮れてしまって。もう今月はちょっと行こうかねへんけども。ああ、そうですね、うん、まあ来月ぐらいからちょっと頑張ってると思うんで。楽しみですね。楽しみで動きやすいな。嫁屋の職場を受けながら行っていい。あ、それビデオになってんの。あ、それビデオになってんの。あ、そうなんや。お母さん一緒に釣り行きたいですね。うまいな。私も一緒に行きたい。釣り好きなんですよ。好きな。よりかよりかい。好奇心が。ちょうど付き合ってた時は夜釣りのあのタチウオ浮き釣りでやってましたよね。あれね、楽しかったよな。私だから船釣り行ったことなくて、あの大きいカラーしかやってなかったから船釣りやってみた。あ、船釣りだな。そこ行こうかんじゃない。肩の平場行きたい。平場平場いいですね。切る方のな、どこの前に乗ったんですか。行きたい、うん、あんま船酔わないし、うん、また後で電話も教えて。あ、わかりました。平場行ったんですよ。行きたい。めっちゃ連れてくらしい。水温が高いから行きたい。うん、それ行きましょう。そうなんや。簡単やしな、平場は。簡単な方がいい。走れよ。もう、回ってみました。はい。これもっと、サオなんかはどうなっちゃう。サオは買います。買うの。いや、向こうで貸し倒もやってるけどな。本当ですか。いや、買います。僕も買うた。あ、買います。買うた。もう、あの、人の竿で遊びたくない。うん、俺に売れちゃった。買っていこう。そう、もう、もう大吉じゃなくなったら会える機会が釣りしかなくなるわけや。ほんまに。ほんなら一回行きましょう。行きましょう。行きましょう。はい。ではでは。ありがとうございます。はい。携帯どうで、あの、アップすぎる。アップすぎる。撮ろう。